はい、それでは皆様お帰りなさいませ、日本の老舗ナビゲーターの林正勝でございます。向こうの部屋から斉藤健一さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で本日ゲストにですね、空屋の山口彦之様にお越しいただいてます。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ最初にちょっと番組の告知の方をさせていただきます。日本の老舗ということでございます。この番組はですね、日本最大級のイノベーションセンターリアルの出会いに価値がある CIC 東京のライブスタジオからお届けしております。快適なレンタルオフィスと起業家が集まるコミュニティを提供する CIC 東京では、現在レンタルオフィスの入居者を募集しております。ぜひですね、皆様 CIC 東京で検索をいただければと思います。番組への、ご意見などはですね、ぜひハッシュタグ CIC 東京をつけて、つぶやいていただければと思います。よろしくお願いします。そうしましたら日本の老舗のコーナーに入らせていただければと思います。斉藤さん、なんか映ってるね。大丈夫、この子映ってます。大丈夫ですかね。はい、うん、はいはい、じゃあ、行きましょう。はい、老舗とはということで、はい、江戸の集まりですね、東都の連会さんのホームページには、三代百年同業で継続し現在も盛業であるところを老舗というふうに言いますよというふうに書かれております。はい、帝国データバンクさん調べによると、100年企業という、定義でおやりになられているそうなんですけれども、現在ですね、3万3000の、老舗と言われる会社さんがあるそうです。内閣府知財計画ですね、2021というのがございまして、そちらの方にもこれから老舗というのをブランドとして、海外国内に対してアピールしていきますよというのが掲載されております。はい、はい、伝統はイノベーションの連続であるということで、本日は、イノベーションって本当にっていう話も山口さんされてましたが、まあそういったところも含めてご意見を頂戴していければと思っております。はい、そうしましたら本日は、有限会社空屋の山口彦之さんにお話をお返ししてまいります。はい、ありがとうございます。山口さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずそのちょっと一応そのこの番組の流れというかですね、はい、あなたたちを ご案内させていただきますと、最初に自己紹介をお願いしておりまして、うん、であとはお店のご紹介をいただきまして、その後家訓なんかあれば教えてくださいみたいな家訓、はい、はい、コーナーがございまして、あとはイノベーション、今までのそのクヤさんの歴史についてですね、いろいろ教えてくださいという流れでお願いできればと思います。承知しました。はい、ありがとうございます。じゃあ早速ですが、山口さん、自己紹介をお願いします。はい、私、山口彦之と申します。昭和54年生まれの、現在42歳でございます。そうですね、まあ、空屋という菓子屋の家に生まれまして、そうですね、まあ、親の敷いてくれたレールで、まあ、学校までは会話してもらって、でその後は3年間サラリーマンやった後、まあ、実家で、まあ、家業に携わって、もう15、6年ですかね。もう15、6年ですね、はい、といったところでしょうか。まあ、あと店は、クヤという店が老舗ということで言うと、まあ年号が、明治17年ですかね、今年が、まあ、137年目に当たる年かと思います。上野で、東京の上野で創業した菓子屋でございまして、現在は銀座6丁目の並木通り沿いに、構えております。そして2011年に、まあ、クリアの、まあ、セカンドブランド、新しいブランドとして、ソライルというものを立ち上げて、まあ、今に至るといった感じで、ざっくりと。ありがとうございます。そら色の話もぜひお伺いしたいなと思うんですが、まずそのご自身のお話、少しお伺いさせていただいたのは、はい、野球をもともとやられてたんですよね。あ、そうですね、野球は。学生の時からずっと。
そうですね、はい、小中高、あと大学は高校の手伝いみたいな形をずっと、はい、学生の時は野球しかしてないかもしれないですね。ああ、そうですか、はい。結構大きい高いも出られてたっていう。ええー、もう、はい、まあ、そんなに強くない子も、今はちょっと強くなってるんですけども、ね、はい。はい、で、割とその育ってるご家庭の状況みたいなの皆さんにもお伺いしてるんですけれども、将来は空屋さんを継ぐんだよみたいなお話とかってあったりしたんですか？あ、一切ないですね。あ、そうですか。親からは一切ないです。まあ親、まあ私兄弟3人いて、うん、はい、まあ、姉が2人で私が末っ子で長男なんですけども、はい、まあ、誰もやる人がいなかったら父はもうその父の代で終わりにしてもいいというふうに言うようなタイプの人間ですので。わあ、すごいですね。特に、はい、はい、まあ、やっぱり同郷のお菓子屋さんだと、うんうん、その生まれてからもう洗脳されるように、うんうんうん、お前は何々だ、何々の店の何代目になるんだっていうのを言い続けられる、はい、お店もやっぱりあるみたいですけども、うんうん、まあうちはまあお気楽なもんで、はい、たまたま137年続いてるっていう形ですかね。はい、あ、素晴らしいですね。はい。で、そうですね、家訓みたいなお話もお伺いしてるんですけれども。家訓特にないですよ、うんうん、だって継がなくていいって言ってるんですもん。そうですね、はい、あ、まあ、父なんかがよく言ってるのは、はい、まあ、素人だからっていうのをよく言いますね。へー、まあ、その父の代までは製造に携わっては来てこなかったので、うん、まあ、素人がゆえに、まあ、いいものを、いい材料を、うん、まあ、丁寧に職人さんに作ってもらえばいいものできるでしょっていう、うん、まあ、それぐらいのもんで、まあ、それがまあ素人だから、うん、まあ、いい材料さえ集めればなんとかおいしいものできるんだっていうような、うん、まあ、そんなところですかね。そうですね、空屋さんに素人と言われてしまうと、もう世の中の人一体どうしたらいいんだろうって感じになっちゃいますけど。やっぱりそのくらいの謙虚な姿勢で、いきましょうっていうことなんでしょうか。うん、まあ、謙虚というか、まあ、実際ただただ能力がなく、まあ、能力があったらもっと大きなお菓子屋になってるかもしれないですし。もう全然、ね、皆さん空屋さん、ご存知かと思いますが、斉藤さんも私もリクルートという会社出身なんですけれども、リクルートのみんなやっぱり空屋さん予約しないと買えないんだよって。そうなんです。この話ですよ。いやいやいや、 だいぶお手持ちお土産には持たせていただきます、ね、ありがとうございます。みんな使ってたもんね。世話になりました。空屋さんのを持っていくと、あ、一手間かけてくれたんだねっていう感じ、ね、そうなんですね。そうなんです。うん、そうなんですよ。我々本当に、だから、彼子だからもう、20年前とかの話ですかね。だから、使わせていただいてましたね。ありがとうございます。はい。じゃあ、そういった家訓が終わりになられて、で、3年間、はい、サラリーマンをやりになられてたっていうのは、はい、どういったお仕事されてたんですか？社名出しちゃっていいのかな？いいでしょうね。スーパーのダイエーに3年間参りました。ああ、そうですね。はい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 。まあ、極めて生意気な学生でしたので、はい、3年間在籍させていただいて、はい、その後は実家に家業を次に戻りますっていうのを、まあ、就職活動中の面接で、言ってたので、うん、まあ、周りからこっぴどく怒られたりもしましたけども。いや、でもすごくフェアですよね。それはとてもいいことだと思うんですけれども、まあ、当然、まあね、そういった事情がおありになっても、まあ、そうは言わないで、まあ、活動される方がまあほとんどかと思うんですけど、うん、まあ、自分の中ではそういうのがちょっと嫌だったの で、 いいです、ね、言って回ってたら、まあ、いろいろ、ね、OB の先輩方とか先生とかに、なんでそんな馬鹿正直にやるんだみたいなことを、うん、いやいや、すごくいいじゃないですか。いや、めっちゃいいと思います。
またリクルート話になっちゃうんですけれども、やっぱりリクルートを受ける子たちってなんか そういう僕3年で辞めて起業しますみたいな子がいっぱい来るんですよ。まあまあまあそうですね、はい、だから逆になんかそういう子を採用してましたね、うん、なんかなのですごく正直であるって斉藤さん大事ですよね。うん、とても大事。まあ周りから見るとそれでなんか入れなかったらみたいなところがあったんでしょう。ありました実際に。まあ君3年で辞めちゃうんだったら雇えないよみたいな。そうですね、まさしく最終面接の前に、うん、まあもともとお世話になって先輩、うん、まあその会社に勤められてる方から、うん、3年で辞めるっていうのじゃないんだったら通る、うん、そうじゃないと取れないみたいなのをもう率直に言われました。いやでもいいですよね、なのでやめるので、うんうん、全然いいと思いますけど、なかなかになりましたけども、うん、まあたまたま縁がなかったっていうだけで、だってなんて言うんだろうな、まあわかんないけど、いやちょっと僕3ヶ月で辞めようと思ってるんですけどって言われて、すごいちょっとバイトみたいな話になっちゃう。どうしようかなっていう話になっちゃうんですけどね。3年も一緒にやってくれるんだったら、なんかね、何やったら楽しいかねっていう会話ができるかなと、それはいいと思うんですよね。で、まあ3年で辞めるよって言ってる中でも、うん、それでもまあ採用したいと言ってくださる会社さんが何社かありましたので、うんうん、その中でも、まあちょっと、食品に携わることが、まあ、うん、確実にそういったそのなんていうんですかね、部門、初期の部門に行けるよっていう確約があったり、はい、まあ、あとは当時、まあ、結構大波があった頃の会社ですので、ちょっとそういった波の中に入ってみたいなということもありつつお世話になったのが大栄さんですね。いや、いいですね。リクルートも大栄にお世話になったんで、本当に大栄さんは中内さん素晴らしい人ですし、面白いなと思いますけども、なんか流通系をじゃあ受けてたって感じなんですかね。でもジャンルは金融以外はいろんなのを受けましたね。ああそうなんですね。マスコミから、はい、あマスコミから、はい、あそうですか、まあ、特段その、うん、絞ってはいなかったんですけど、はい、金融だけはどうしてそのお金が動くところでそこでお金が頂戴できるんだろうっていうのがいまいちピンとこなくて、まあ本当に3歳とか4歳とかそれぐらいの頃から、うんうん、お客様からまあお金を頂戴して私をお売りさせていただいてるっていうそのスモールビジネスの現場にずっといたので、うん、うん、そのあたりがなんでそこでお金いただけることになるのかっていうのが全くピンとこなかったですね。なるほどですね。うん、だ本当に実業というか目の前で物が動いて、そうですね。うん、で本当にね、何百円っていうお金の積み上げで、うん、生活をしてますよっていうところのご家庭のね背景も見てらっしゃったんで、そうですね。うんうんうん、結構ちっちゃい時から食べてたんですか？まあ。お菓子作るときって切れ端とかが出るんですよ、うんうんうん、それがもうおやつですよね、うんうん、日常のなので、結構もうなんだろうな、20歳過ぎるぐらいまではあんまり他の和菓子屋さんのお菓子って食べる機会がなかったですね。それでうちの自分家の菓子でこと足りてたので。そうか、うん、じゃあもうなんというか完全にそのさっきちょっとワインの話してたんだけど、ブルゴーニュの人がブルゴーニュばっかり飲んで、ブルゴーニュの味はもう飲んだ瞬間わかるみたいな、そんな感じと一緒ですよね。もう空屋さんの味はもう完璧に分かってて、一つ軸がもうしっかりできてるわけですね。そうですね、まあまあそこが自分の中でぶれないものであればいいだろうなっていうようなところはまあありますかね。なんかこういう口はぼったい話になると思うんですけど、なんかこうその20歳になって他のお店のものも食べたりとかしたりして、なんかどういうふうに感じたとか。どうでしょうね、やっぱり、はい、そのまあ本当に長く続
いてファンが多くいらっしゃるお店さんのお菓子は美味しいなっていうのを実感しますよね。あ、そうですか。うん、長いところはやっぱ美味しい。じゃないとやはり、ね、それだけ続けていくことも、うん、まあ、お菓子に紐づいて、まあ、きっと続けることがついてくると思うので、うんうんうん、まあ、やっぱりそこはありますよね。うん、まあ、それと反対に、まあ、まあ、それこそ、まあ、特にその他社さんのものだったり、いろいろ流通している和菓子だったりというのを食べるようになったのは、まあ、ソラエロを立ち上げるに向けてだったりの頃だったりもするんですけども、うん、はい、うん、まあ、流通しているものが、まあ、十数年前ですか、はい、特にクオリティがあんまり高くないものとかが多かったので、うん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 、これを本当に和菓子っていうふうに思ってもらっちゃ困るなっていう思いも、まあ正直持ったりもすることもありましたね、うんうん、まあ、美味しいものだけ食べてればいいっていうわけじゃないなっていう、はいはい、うん、あの今せっかく空色のお話が出ましたので、はい、イノベーションの話にもなってくると思うんですが、この5代、やってこられた中で、今の彦さんの代でおやりになった空色という大きいイノベーションがあると思うんですけど、ぜひご紹介をいただければ、はい、そうですね、まあ、あの、まあ、それこそ先ほどからお話しさせていただいている今クリアのあんこのものづくりだったりということを、まあ、軸に持ちながら、まあ、和菓子というものがあんまりその世の中に受け入れられなくなってきているような時代になりつつあるっていうようなのをいろいろな事柄からひしひしと感じておりましたので、うん、まあ、小さい店ながらも何かその一石を投じるではないですけども、少しその、まあ、新しいファンだったりっていうのを広げたりするようなことができたり、まあ、あんこ自体のそのブランディングといいますか、うんうん、まあ、あんこ、まあ、当時その和菓子屋さんがあんこを売るっていうことはあまりなかったんですよね、うんうん、まあ、あんこを売ってるのはあんこの専門の業者さん、うん、まあ、製あん所さんが作られたものがまあ流通されていて、うん、で、まあ、パッケージングだったりっていうのもすごい可愛いわけでも当然なく、うんうん、まあ、あんこの黒い重たい色が2キロとかボーンとかあって、うん、まあ、そんなの使い切らないよ消費者は、うん、みたいな、その全くその消費者に目を向けてないような形での流通しかしていなかったので、うん、まあ、それとまあ相反してジャムだったりっていうのは同じように食物を砂糖で煮込んで煮詰めていくアプローチをするんですけども、うん、まあ、それが当時はコンフィチュールっていう呼ばれ方をしたりして、うん、5人で2000円とかするような価値が、まあ、高級スーパーデパートに並んでっていうような、そことの差がすごいできちゃってるのがすごく悔しい思いもありつつ、まあ、あんこだったりを、まあ、そのジャム、コンフィチュールと一緒に並べられるような、そんな働きかけってできないかなっていう、まあ、それに先駆けてはそのトラヤさんが、うんうん、トラヤカフェさんでそのアンペーストって出されてたんですけど、うんうんうん、まあ、それに2番センチっちゃ2番センチなんですけども、まあ、我々なりに何かちょっともうちょっとそのポップな形で、うんうん、まあ、パッケージングを洋菓子か生マカロンかなみたいな風に勘違いされて、でも手に取って食べてみたらあれ和菓子なんだ、でもなんか和菓子だけど美味しかったねっていう、騙されていただいてもいいからちょっと和菓子食べるきっかけになればいいなっていう、うんうん、なブランドとして立ち上げたのがもう10年前ですね。そうですね。もうやっぱり接点を新しく作りたいみたいなところなんですかね。そうですね、まあ、やっぱりその食べていただかないことには、うんうんうん、どうしてもそのなんて言うんでしょうね、本能的に日本人なので、うん、あんこが、まあ、あんこだったり和菓子っていうのが嫌いっていうのは実はそんなに多くいらっしゃらないっていうのが、まあ、ここ10年ぐらいの実感で、うんうんうん、ただそのいろんな、まあ、世にあふれてるアンケートとかだと、うんうん、洋菓子と和菓子どっちが好きですかっていうようなそういう聞き方になると、だいたい7割ぐらいが洋菓子の方が好きっていう数字で出ちゃうので、うんうんうん、7割の人和菓子嫌いなんだみたいな印象になっちゃうんですよ。私そういうふうに、まあ、我々も捉えてる部分もあったので、うんう
うん、でもその、まあ、70% の方々は、まあ、洋菓子も好き、まあ、その方が当然馴染みあるから、まあ、クッキーだったりケーキだったりっていうのを、まあ、日常的に食べられる、和菓子って食べる機会ないから、あまりそっちが先行して出てこないよねっていう部分ありつつも、うん、でも和菓子が嫌いなわけではない、うん、和菓子も好きだけど、まあ、洋菓子の方が身近にあってっていうそういう数字の見え方に変わってきたので、あ、なるほど。なのでまあやっぱり継続的に食べる機会を持っていただくアプローチはし続けたいなっていうのは常にありますね。3対7じゃないんですね、だから正しくはね、うん、実は、うん、そうですね、そこはもう本当に数字のマジックというか、それを世に放った先のメディアでのマジックというか、うん、言われ方のマジックというか、うんうん、そこに騙されちゃいけない、まあ、それに、まあ、騙されてもしかしたらそれで始めちゃったのかもしれないですけどもそうですよね。でもそこに問題意識があって、このあんこ問題、斉藤さんよくありますけど、どうですか？和菓子、僕はあの和菓子派なので、うん、あの1週間に 2、3 個必ず食べる方なので、あのあんこ大好きなんですけど、そうだね、そうですよね。なんか難しい問題ですね。僕も実はあの悶々と考えている問題でございますまあ、でも若い子からすると、なんかあの2択、さっきのおっしゃる2択になっちゃうのももったいないから、なんかうまく3択とかできるといいなとはちょっと今聞いてて思いましたけど、なんかさ、日本って矢をよろずの神というか、あの、はい、いろんなものがあっていいよって国じゃないですか、はい、なんか A か B かっていうなんか択一みたいなのってなんかしんどいなってすごい思うわけですよ。国民性で合わないかもしれないですね。そうそう、あんこ食べた次の日にケーキ食べたって別にいいわけだからあんこも大事、ケーキも大事っていうのでいいと思うんですよね。だから甘いものを好きっていう人だったらそうですね、それで甘いもの苦手だよっていう人に無理やり食べてねっていうのはそれはまあ難しい話だから、魚苦手な人に無理やり寿司食べてもいくら美味しくてもダメだから、うん、まあ、それは無理しなくていいと思うんだよね。そうですね、あ、そもそも論になってはくるんですけど、和菓子洋菓子というそこに言葉としての区別をつけたのがそもそも、うん、あ、良くないというか、うん、まあ、これだけグローバル化が進んでいく中で、あ、まあ、日本の中に海外からのものが溢れてっていうところでいくと、もう多分その和菓子洋菓子って区別自体がナンセンスだなっていうふうには感じるようになってきましたね。もう本当に明治に、まあ、多分オーブンとかが入ってきた頃、まあ、ケーキだったりパンだったりそういったものが、まあ、あとクッキーとかもね、うん、作られるようになって、まあ、それそこからのところで、まあ、おそらく我々の業界が、うん、まあ、その区別をするための言葉を作って、うん、950年ぐらいなんですよ。そうか、実はちょっと軽くブーメランだったりするわけですね。そうですね、うん、カステラも和菓子ですもんね、そう言っていくと。そうなんです、それ以前に日本に入ってたんで和菓子っていう、そうそうそう、そういうことですよね。なんか難解な捉え方がありますよね、うん、まあ、なので、まあ、あんまり和菓子っていう言葉だったりにこだわらず、お菓子が皆さん好きになって、うん、まあ、最低限必要な糖は取らないといけないでしょうし、そうです、そうです、うん、頭をクリアするためにも、そうです、召し上がっていただけるといいななんて思ったりしますけどね。本当です、せっかくなら皆さんね、あんこも食べてください。なんか和菓子、僕好きだからちょっとあの遠くにはぐれちゃうんですけど、あの、結構僕あの お盆とかの行事の時に食べることが多かったの で、 そ う、 で、ね、そういう行事が減ったっていうのは結構確かに、まあ、の和菓子にとってはなぁとは思う時があって、なのでそういう機会を増やすっていうのは一つ大事なんじゃないかなって思ってます。うんうん、まあ、多分この日本の老舗の中で、まあ、そうそうたる和菓子の先輩方がお話になられてるんで、まあ、その中でも出たかもしれないんですけど、やはりその、はい、まあ、日本においてはその生まれてから死ぬまでのあらゆる行事に、はい、だったり、まあ、その、四季折々の事柄に和菓子って関わるような、うんうんうん、お菓子があったり、まあ、行事があったりしてきたので、うん、まあ、そういった、まあ、
古くからの文化自体というのはやはりまあ薄れてきてはいるんだなっていうところありますよね。季節を感じるのも和菓子の一つだと思うんで、なんかそういうのをもっと増やせたらいいなとは思ってるんですけど。そうですね。で、まあ、本日イノベーションについてお伺いするということで、まあ初代から少し、はい、あの皆さんそれぞれ取り組まれてきたことがあるのかなと思いますが、お伺いしてよろしいでしょうか。そうですね、はい、僕なんかあのイノベーション起こるのって奇数の代で起こりやすいみたいな話を聞いたことがあって、そんな話って今までありました。あの、ね、すごい、いろんなあの、まあ、いや僕その話大好きなんですけども138っておっしゃられる方と、まさにその奇数説135っておっしゃられる方と、あ、そうですねっていうのをそれぞれお家にやられて分かる話ですよ、ね。でなんかこうやっぱりその先代だからお父さんが攻めの人だと、はいはい、お子様はちょっとあのまあちょっと保守的になられるとか、まあそういうのもあったりするような話も、まあ、ちょっと伺ったりもしたりもしますけど、はい、まあ、お父さんちょうど5代目ですね。そうですね、攻めの5代目ですね。じゃあそらいろを立ち上げたことが攻めでイノベーションと言われるのであればまあそうな確かになとは、はい、うん、まあそれでまあ奇数っていう数字でいくと、はい、まあ、当然初代は立ち上げたので、はい、そうですね、もちろんそうですけども、まあ、上野から銀座に店を移したのはまあ3代目にあたる私の祖父ですかね。まあ、そこはやはり、まあ、もちろんその戦争というものが、うん、まあ、一つの大きな要因としてはあるにもかかわらず、でもやはりその先の場としての銀座、今の場所をまあ縁があって、まあ、選んだのか本当にご縁をいただいて、まあ、越すことができたのか、はい、ここはやはり空屋という店としては大きかったのかなと思いますね、はい、こう空屋さんとしてその世の中のその印象というか我々みたいなこう本当に素人というかですねからすると、まずモナカがその印象として強く前に出てくるのかなというふうに思うんですけれども、空屋さんとしてこれがこうシグネチャーだよとか中心だよとか、我々は実はこういうお菓子屋さんなんだよっていうのはどういうふうに捉えられてるんですか。そうですね、はい、まあ、やはりその圧倒的に生産量、うん、販売量からするとまあモナカが圧倒数にはなるので、はい、まあ一般的に世の中のお客様からの認識としてはモナカ屋さん、モナカの専門店っていう認識が強いんじゃないかなというふうに思いますね、はい、まあ、ただ、まあ、モナカ屋ではなく一応菓子屋というふうに思っておりますので、そうなんですよ皆さん、まあ、その部分でまあ常にまあ年中通して6種類ずつは生菓子はお作りしているっていうのがまあ実はっていうところですかね。そうなんです、皆さんモナカだけの折もありますし、モナカとその生菓子のやつもあるんで、皆さん店頭にお越しいただいて、あのぜひあの見てくださいっていうところで、あの今だとあのコロナで少しあの余裕がありますので、だいぶ余裕ありますだいぶかなりそんなことないですよ、ね、まだ全然売ってると思います、うん、この間行った時もね結構ねもう目の前並んでたからね、でやっぱみんなやっぱ2つ3つ買っていくんだよね人気です、ね、人気だよね、喜ばれるからね、うん、はい、じゃあ初代がやはりそのモナカのストーリーみたいなあったりするんですか。そうですね、まあ、初代は、まあ、血がつながってないというか、はい、まあ、立ち上げた初代に関してはまあもともとが江戸城の仕事、はい、江戸城、まあ、江戸城の畳のお仕事をしていた人だというふうには聞いております。で、まあ、明治に入って、はい、まあ、江戸城なくなってしまったので、はい、まあ、仕事がないどうしようっていうところで、はい、まあ、始めたのが、まあ、菓子屋だったという。へ、そうなんだ。多分あのアーカイブ見てたら、うん、あの細田さん、細田さん、はい、出られてましたね、太郎さん
が、まあ、そのすごく近しい関係で、まあ、空也上人 の、まあその踊り念仏を、まあ、やっていたお仲間に栄太郎さんもいらっしゃるんです。だよで、まあ、職人だったりいろいろ手助けをしていただいて始めたのが始まりですね。わあ、すごいですね。一応あの細田さんにご入院いただいております。栄太郎系の店でございます。すごいですね。結構ね、京都だとあのトレアさんと正月さんの関係とかいろいろねありますし、うん、あの面白いですね。お伺いしてると歴史ありという感じですけど、じゃあ初代は栄太郎さんと、何かこうご縁があって、 そこからじゃあ、和菓子屋さんやろうみたいな感じでスタートしたって感じですね。そうですね、まあ それも、まあ、当時は多分上野はすごい華やかな街だったと思うので、うん、明治の頃、はいはい、まあその一角に、まあ、店を構えたのも、まあ、まあたまたまなのか分かんないですけども、はいはい、うん、まあ、クエにとってはまあかなり、まあ、プラスのことだったんじゃないかなというふうに思いますね。で、今日そのシグネチャーの、まさに、モナカをお持ちいただいております。用意してくれてるんですね。あのカメラをじゃあ用意してくれてるので、じゃあ斉藤さん、私がちょっとあの、放送を少し開けさせていただきますので、その間質問をお願いいたします。あのつい好きなのでそっちに目がいっちゃう中での質問で恐縮なんですがあのそうしましたら、あのソライドを立ち上げられた時の、はい、あの一番なんかあのなんだ注意した点というか、チャレンジをしつつやっぱり守らなきゃいけないと思うんですけれども、そういったところもちょっとお聞かせいただけるとありがたいなと思いまして、ですね、まあやはり、まあ、注意した点というか、あの、はい、まあ、ものづくりのポリシーとしては、はい、家のところでもお話しした通り、まあ、いい材料を使って、うん、まあ、丁寧に、まあ、できるだけ体に優しい和紙作りをするっていうのは、うん、まあまあ、注意したというか、まあ、心がけたというか、あ、まあ、その信念のもとに、うん、まあまあ、現在もなお作り続けているというような感じですかね。うん、ちょっと美しい画像の方も、はい、見つつで。ありがとうございます。あの不易流行といいますか、何を変えて何を守るかっていうのはすごくこの回ではすごくテーマになっているので、ちょっと質問したところでございますが。なるほどです。すみません。もうね、開けた瞬間から空屋さんのいつもの香りが来て、よだれ出ちゃうよっていう感じなんですけども。羨ましいです。いいですか。はい。じゃあ、私、代表して一つ、頂戴したいと思いますね。はい、だけど、もう美味しいんだよね。美味しいですっていう。いただきます。僕、本当にあのお土産には助かっております。斉藤さんと助けていただいてます。なんか、ああ、いいですね。すごい、はい、この、こんぐらいのサイズなんですよ。みんな、このサイズがやっぱりちょうどいいんだよね。うん、そうですね。比較的小ぶりなサイズ感かと思います。なんかね、エンドレスクーヤーになってしまうんだよね。あの、もう、食べ始めるとずっと食べてしまうっていう。あります。あの、ダメだろうなと思って2つって決めとくんだけど、3つ4つ5つってダメだなってあるでしょ。いただきます。うん、おいしい。うん、お茶も欲しくなる。お茶以外に何が合うんでしょうね。うん、ちょっと今そう思いました。あの基本的に合うと思ったら何でも合いますよ。うん。コーヒー。うん。あ、そうなんですか。コーヒーもですし、あとお酒を含めて、まあ私は飲み物としては牛乳が好きなので牛乳でいっちゃいますけど。牛乳ありですね。あんこと乳製品の相性は鉄板ですね。ああ、確かに確かに。うん、今斉藤さんのもとに。あのスタッフさんが ありがとうございます。お腹をお届けいただいております。
結構離れたところにいらっしゃるんです。そうなんです。コーヒーも合いますよね。そうです。ああ、いただきました。じゃあ、割とその、やはり、こう、空色みたいな業態開発っていう、モナカという軸、あんこという軸は、動かさない軸として、そちらが業態というところを動かしていくっていうところはイノベーションなんですかね。そうですね。まあ、クーヤ自体が、まあ、昔ながらの菓子屋で、あんまりその、いじるようなところがない部分もあったりするので、うんうん、まあ、はい、そういった部分では、もう、ざっくりとクーヤ、それ以外みたいな形での、それ以外をまるっと、表現する場所というようなそんなイメージですかね。そうですよね。まあそこは自由にというところですね。斉藤さんもいきなり食べちゃったの？もう一つなくなりました。食べるとかさ、とか言いなさいよちょっとさ。そうですね。そうですね。純粋にあのお客様の気持ちで食べました。そうそう。違うのよ。の形も二ついただきました、ね。はい。見せましたけど、はい。美味しいですね。すごい豊穣なあんこの味が好きなので。なんで美味しいんですか？ああ、純粋にお砂糖を人間が美味しいというふうに感じるからじゃないですか。ああ。でも、そうか。でも砂糖にやっぱりじゃあこだわりがあるとか、そういうのもそうですね。まあ当然、皆さんそれぞれこだわって、その、使う。甘味料は選ばれてると思いますけども、うん、やはりその何でしょうね、新しい甘味料とかと比べると、うん、まあ昔ながらというか、まあ、植物由来というか、まあ、トウキビ由来の、うん、まあ、砂糖がやはり美味しく感じるようにできているんじゃないかな、人の舌はっていう、そういうことですよね、うん、なので人間ってって感じですね。それにはちょっと逆らえないですね。うん、まあ、どうしてもいろいろなその、変な雑味というか、うん、後に残る甘さとかがまあ出てしまうような甘味料もやはりあったりするので、まあ、やっぱり、普通のお砂糖を使いたいなっていうところは、はい、うん。シンプルに美味しいですもんね。そうですね、うん、やっぱりそういうことなんだろうな。なんか実は結構余計なことこねくり回してわけわかんなくなってる部分とか世の中あるけど、本当にシンプルにそういう、うん、ね、斉藤さん、おいしいは正義です言いながらもうなくなってしまったんですが、やめなさいよ。でもあの今番組中おいしくいただきますちなみにあのコロナになって、あの、素材といいますか、で、なんか苦労されたことってあったりされるんでしょうか？やっぱ味を出すというところでいくと。そうですね。まあ、コロナになったことによっての、その、まあ、材料の手配、云々での苦労は、おかげさまでない、今のところなくて済んでますかね。ああ、すごい。ただ、やはり、その、ここから先、はい、まあ、経済が戻ってきた、本当に動き出すよっていう時になってくると、まあ、菓子の業界に限らず、まあ、外食も含めて、どうしても物が足りなくなってきて、物価の高騰っていうのは、まあ、起こらざるを得ないのかなっていう懸念はしておりますけども。うん、やっぱりこれだけ、まあ、止まってしまっていて、うん、まあ、中に入っている業者さんたちも苦しんでいて、うん、そうですね、で、まあ、飲食店さんは、まあ、そのいろいろ報道がある通りで、うん、まあ、預金等々があるかもしれないけど、その上に行けば行くほど最終的には、まあ、一次生産者さんたちへのフォローってあんまり厚くあるわけじゃないの で、うん、そうですね、やはり、うん、仕事を辞められたりしてるっていうようなお話も入ってきますので、比較的にまた世の中動き出したよっていう時に本当にいい材料を
まあ、手元に、まあ作る、まあ、それを使って作るっていうことは、まあ、ちょっと今まで以上には難しくなるだろうなと思ってます。うん。うん。それはもういろんな業界で皆さんがね、酒蔵の皆さんとかもおっしゃってるし、そうですね。大変ですよね。うん。どういいコンディションで残していくかって、それぞれの場所でそれぞれの皆さんが頑張らないといけないですね。そうですね。うん。なるほど。じゃあここから割とその山口さんすごく幅広く活動されていて、空色以外にもまあいろいろやられてますよね。そういったところで皆さんにこうイベントの話とかこういうことやったんだよとかそういう話とかもよかったら。そうですね、はい、はい。まあ本当にここ1年半、まあコロナ禍の世の中においてはできていないんですけれども、まあ、アンコマンナイトというイベントを通じて、あ、すいません。皆さん、まあ、和菓子に限らず、まあ、いろいろ、まあ、洋菓子もいろいろ仲間のシェフとかもいたりするので、まあ、いろいろお菓子を持ち寄って、で、まあ、今、まあ、まあ、当然厳しい状況ですけども、まあ、通常の時でも、やはり曜日としては、厳しい曜日の飲食店さんあるじゃないですか。うん、まあ金土は盛り上がるんだけど、まあ、週の前半はみたいなタイミングでちょっとその場をお借りして、まあ、そこでイベントをやらせていただいて、まあ、あとはちょっと選曲をさせていただくみたいなことをもう6年前ぐらいからやっておりまして、まあ、実際そのさっき実は和菓子そんなに嫌いじゃないんだっていうのもそういうイベントをやって実際にその目の前で皆さんがお菓子を食べてくださっての生の声だったりを聞いて、ああ、なんか、うん、そんなみんな和菓子嫌いじゃないじゃんっていうような実感を得たっていう、まあ、そんなイベントですね。よかったなってやつですね。うん、はい、アンコマンナイト、要は老舗の若旦那がですね、皆さん、DJ をおやりになられたりって音楽イベントだったりするんですけど、要はその、和菓子を食べてる人にまた和菓子食べてねっていうのももちろんマーケティングだと思うんですけれども、やっぱり新しい人たちにアプローチして和菓子食べたことないんだけどっていう人たちに、じゃあこれどうっていうふうにするのがやっぱりアンコマンナイトの本当にいい意義だなって思ってて、やっぱそういうふうに新しい接点作っていかないと。そうですね、まあ本当に最初の一口なんですよ。最初の一口、自分は何和菓子美味しいじゃんって思ってもらえるか、そこが本当勝負ですね。食べたら美味しいんだもんだって、うん、そう分かるよね。そういうことですね。はい、あっという間にお時間の方が、ね、来ちゃいましたので、これからまあ区屋さんとしてお取り組みになられていくこととか、こういうふうに考えてるよとか、見ていただいている方にメッセージありましたらぜひお願いいたします。はい、そうですね、まあ区屋としては変わらず粛々とというか、まあシステム的にも、まあ、作ってるお菓子も、まあ、古いスタイルのままですんで、まあ、いかにそれをそのまま続けられるかっていうことにこだわってはやっていきたいなというふうに思ってますね。まあいかに不便な店であり続けるか、まあその不便な分お客様にはご迷惑をおかけしてしまうんですけども、まあ昭和っぽいっていうか、まあ本当に古いなんか日本の商売の形でこういうのだったんだよねっていうふうなのが思い起こされるようなスタイルのままでの、まあ、ニコニコ現金商売を続けていきたいなと思ってますね。で、まあ、それでクヤとしての形を。そうですね、うん、まあ、父の代で終わってもいいよって言っていたのを、まあ、とりあえずもう一つ、私の代での積み重ねがあって、まあ、その先どうなるか分かんないですけど、うん、まあ、私が何とか続けられる間はやっていければいいなと思います、うん。はい、素晴らしいですね。やはりそこの何かこれは買えないよっていうところがあってこその、老舗さんなんだろうなっていうふうに、本当に雰囲気流行の話ですね、思いますね。はい、というわけで、今日もですね、老舗の、
お話をお伺いする、日本の老舗という番組でございましたが、本日のゲストは空屋の山口彦之さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ナビゲーターは私林正勝と斉藤健二さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。